ひよりちゃん、はい、はい、ひよりちゃんは小学校になったら、あ、小学生になったらどんなこと頑張りたいですか？国語です。ん？国語。国語どんな勉強か知ってる？うん。どんな勉強？なぞったりして。ああ、そうだね、字をなぞったり、あと字を書いたり、あと本を読んだりする勉強だね。できそう？できそう？なんかレオンくん来たけど。はい、じゃあひよりちゃんは大きくなったら何になりたいですか？デザイナー。デザイナー？デザイナーってどんな仕事？服をデザインする人。ああ、え、どんな服？可愛い。アイドル用の。ドレスじゃん。ドレス。可愛い、おしゃれな職仕事じゃん。いいね。じゃあ素敵なお洋服作ってください。はい、ありがとうございました。キレオンくん。はい。レオンくんは小学校行ったら何を頑張りますか？めっちゃ頑張る。どんな勉強頑張る？全部。全部？例えば？例えば、習字。習字、あー、言ってた。レオくん習字好きだった？保育園でもしたよね。今日上手にレオンって書けたね。ね、またじゃあ小学校行っても3年生から習字教室あるんだって。楽しみ、頑張って。次。レオンくん、大きくなったら何になりたいですか？アイドルじゃない。あのね、街を守るドラゴン。え？街を守るドラゴン？それお仕事かな、レオンくん。街を守るお仕事いっぱいあるね。工事をしていい道作る？うん、なんか工事してる。そうだね、確かにあそこで工事してる。工事する人になる？うん、うん、いいお仕事。それがないとね、道路がガタガタでね、車運転する人も歩く人も困るので、道路を作るお仕事も大事な仕事です。頑張ってください。道路を直すなんか車あったわ。ある？先生ようわからんのよ。何？あー、コロコロなるやつね。なんだろう、あれ、なんていうの、あの車。なんとかローラー。コロールローラー。そうなん。じゃあ、あれが運転できるように運転免許取らんといけんね、レオン。頑張ってください。うん、はい、ありがとう、バイバイ。はい、ひかずしくん。はい。はい、かずくん、小学校に行ったら何を頑張りたいですか？算数。算数。算数何か知ってんの？うん。あ、そうね、かずくん好きだよね。うん、じゃあ問題出します。はい。3たす5たす4たす2は14。3たす5たす4たす、え、3たす5たす4たす2。あ、正解、大正解。広瀬先生の方が計算遅いわ。カズくんすごい。暗算明治のカズくんは算数が得意だそうです。はい、それではカズくん、大きくなったら何になりたいですか？警察官。カズくん、どうして警察官になりたいの？かっこいいから。どんなところがかっこいい？パトカー。あー、パトカーに乗りたいの？なるほど、いいね。確かにちょっとおまわりさんに追いかけられたらちょっと広瀬先生ドキドキするけど、カズくんなら優しいおまわりさんになりそうだね。うん、うん、じゃあ頑張ってください。はい。はい、ありがとう。はい、いい？ことねちゃん。はい、はい、カメラ見て、カメラカメラ見て。はい、こっちゃん。こっちゃんは小学校行ったら何を頑張りたいですか？お勉強いっぱい。お弁当？お勉強。お勉強か。お勉強頑張る。何の勉強？いっぱいある。いろんな勉強ある。国語。国語。国語が何の勉強か知ってんの？ん？何の勉強？国語って。お兄ちゃん知ってるでしょ。何の勉強？
国語、漢字の勉強とか、本読んだりとか、文字書いたりとか。兄ちゃんしてない？宿題。してる。あれよあれ、それが国語。頑張ってください。賢くなるよ、勉強したら。カメラ見て。はい、ではこっちゃん、大きくなったら何になりたいですか？保育園の先生。あ、ひまちゃんも同じこと言ってたな。どうして保育園の先生？ちっちゃい子はさ、かわいいから。そうね、こっちゃんちびママだもんね、保育園でもね。おちびちゃんのお世話いっぱいしてくれたもんね。いいと思う、いいと思う。あと、保育園の先生になるんだったらピアノの練習も頑張って。ピアノ？広瀬先生もあんまり得意じゃないけど、頑張って。家にある。ある。絵を描いたりするのもね、いいよ。折り紙も上手じゃないか。ファイト。待ってるわ、クジラ保育園で先生。もうこっちゃんが保育園の先生になる頃は先生おばあちゃんだと思うけど、楽しみに待っています。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。照れてんの？リオちゃん。はい、リオちゃんは小学校に行ったら何を頑張りますか？勉強。勉強だね。そうだね、学校勉強するとこだもんね。何勉強したい？一番勉強したいのは？何の勉強あるだろう。この前小学校から一方手紙来てたけど、何があった？習字。あ、習字？そうね、今日習字教室の先生が習字の勉強学校でもあるよって言ってたね。リオちゃんね、習字教室最初は疲れたって言ってたけど、最後まで頑張れるようになったもんね。素晴らしいです。はい、では大きくなったら何になりますか？アイドルです。アイドル？テレビで歌う人よ。え、アイドルになりたかったん？じゃあいいこと教えてあげる。ひよりちゃんがさ、ひよりちゃんがさ、さっきさ、私はデザイナーになりたいって、アイドルのドレスとか作りたいんだって。じゃあひよりちゃんに可愛い服作ってもらって、マイク持ってテレビで歌ったらいいんじゃない？めっちゃいいじゃん、楽しみ。先生すごい楽しみにしとくわ。ひよりちゃんに可愛いドレス作ってねって言っとってね。ではアイドルになって広瀬先生にサインをくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、リオちゃん。バイバイ。もうじゃあ汗びっしゃりですが。さあ、ももかちゃん。はい。はい、ももちゃんは小学校行ったら何を頑張りますか？カタカナの練習。カタカナ、広瀬先生が苦手なやつだわ。カタカナ？ひらがなじゃなくてカタカナが好きなの？なんで？だってスマイルゼミでね、カタカナやってるから。ああ、スマイルゼミやっとんじゃん。カタカナの勉強してんの今。カタカナね、難しいよ。広瀬先生は苦手だ。ひらがなの方が簡単だ。頑張ってください。はい、じゃあももちゃん、大きくなったら何になりたいですか？けん玉屋さん。あ、おもちゃ屋さんでもけん玉の人。あ、じゃあ砂原先生のとこ修行行ったらいいじゃん。けん玉先生とこ、いいじゃん。けん玉屋さんになりたい。じゃあももちゃんが作ったけん玉買いに行こう、広瀬先生。大丈夫？じゃあちょっとかっこいいけん玉作ってね。ちょっと光るやつとかがいいな。できるかな。ももちゃん、けん玉も上手になったしね、とっても似合うと思います。ではけん玉屋さんになってけん玉をいっぱい広めてください。はい、ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。はい、ちーくん、お、いいよ、髪直った。はい、今日はちのせたくん。はい、はい、ちーくんは小学校行ったら何を頑張りますか？勉強です。何の勉強ですか？算数とか足し算とか引き算。足し算とか引き算頑張る。足し算とか引き算ができると、お買い物がね、しやすくなるよ。いいね、頑張って。足し算と引き算いいと思います。では次は、大人になったら、大きくなったら何になりたいですか？大工さんです。大工さん、大工さんどんな仕事か知ってる？
お家を建てたりする。ああ、そうそうそう、トン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 ってトンカチ持ってお家建てたりする人だよ。大変だよ。でも大工さん高いとこに上がんないといけないから怖いよ。2階建てのお家とか。大丈夫？怖いな。いけるか、ちーくん。じゃあ広瀬先生のお家を建て替えるときはちーくんに頼もうかな。大丈夫？丈夫なお家作ってよ。はい。狼に吹き飛ばされるお家は嫌よ。大丈夫？はい。じゃあいっぱい勉強して立派な大工さんになってください。はい。おしまい。ありがとうちーくん。バイバイ。はい、オッケー。いいよ。はい。まなちゃん。はい。はい。まなちゃんは小学校に行ったら何を頑張りたいですか？体育の授業。うん。体育の授業。体育って何か知ってる？知らない。え、知らんの？鉄棒とかマットとか。運動したりするやつ。ドッジボールもあるかも。走ったりするのもある。好きだね、まなちゃん。得意だよね。ね、鉄棒だって最初は泣いてたけど、泣かなくなったもんね。そして逆上がりも成功したもんね。あれは先生感動したなぁ。ねえ。じゃあ、体育の授業頑張ってスポーツウーマンになってください。はい。はい。では、大きくなったら何になりたいですか？服屋さんになりたいです。洋服？洋服が好きなんだ、まなちゃん。おしゃれさんだもんね、今日も。今日のコーディネートもおしゃれです。はい、洋服になりたい。洋服屋さんで何をするの？作る人？売る人？作る人。あ、洋服を作る人？あれ？さっきもそんな人がいたな。じゃあ、かわいい洋服を作ってお客さんが喜んでくれるお仕事だね。あ、いいじゃん。似合うね。だってまなちゃんいつもお絵かき帳にドレスのデザインしてるもんね。いいと思う。似合うよ。素敵なお洋服たくさん作ってください。はい、はい、ありがとう。バイバイ。バイバイ。はい、ゆいなちゃん。はい、はい、ゆいちゃん小学校行ったら何を頑張りたいですか？算数。算数？算数何の勉強か知ってる？足したり減らしたり。そうそううん、そうそう、数を足したり減らしたりするんだよね。ちょっと難しそうだけど大丈夫？できそう？すごいじゃん。お姉ちゃんの宿題見てるんだ。お姉ちゃんがやってるの見てるの？え？見てない？一人でそんなのするんだなって思ったの？算数の勉強がそういうのって知ってたの？そうなんだ。へえ。じゃあゆいちゃん大人になったらどんなお仕事したいですか？髪切り屋。髪？髪の毛切る人？おお、美容師さんって言うんだよ、そういうの。美容師さんになりたいね。へえ、ゆいちゃん。そうなんだ。確かに折り紙切ったりするのゆいちゃんすごく丁寧で綺麗、上手だからね。いいかもしれない。で、髪の毛結んだりするのも好きだよね。ぴったりじゃん。じゃあ、ゆいちゃんが美容師さんになったら、広瀬先生、髪の毛切ってくださいってゆいちゃんの美容院に行くから。可愛く切ってね。楽しみにしてる。頑張ってください。はい。バイバイ。いいよ。はい。かがくくん。はい。はい。がっくんは小学校行って何を頑張りたいですか？国語。国語が何の勉強か知ってるの？ひまちゃん。え？何の勉強？え？何の勉強なの？知らん？国語はね、字を書いたり本を読んだり漢字の勉強したりするの。できそう？本当、まあ、がっくんね、意外と几帳面なとこあるからね、いいと思う。頑張ってください。頑張ってください。はい、はい、めっちゃ歯が抜けとる。はい、じゃあがっくんは大人になったら何になりたいですか？お笑い芸人。え、お笑い芸人なん？お母さんアイドルにしたいって言うたよ。ジャニーズに入れたいって言うとったよ。お笑い芸人の方が向いてる気もする。でもジャニーズで歌って踊れるのもいい気がする。
どう？どっちがいい？ダンスもやってる。お笑い芸人。誰が好きなお笑い芸人？好きな芸人さんいる？誰？誰が好き？名前知ってない。名前どんな芸するの？やってみて。やってや。いいよ、やって。どんな芸？どんなお笑い芸人？え？どうした？恥ずかしい。そこをやってこそのお笑い芸人じゃないか。まあでも普段のがっくんはちょっとお笑い芸人っぽいので向いてると思います。頑張ってみんなを笑わせてください。最後に変な顔して。じゃあお笑い芸人なれると思うわ。頑張って。バイバイ。バイバイ。はい、リコちゃん。はい、はい、リコちゃんは小学校行ったら何を頑張りますか？お勉強。何の勉強ですか？算数。算数。算数がどんな勉強か知ってる？うん。どんな勉強？1たす3とかね。うん。1たす3は？4。お、すごっ。じゃあ2たす3は？おお、すごいじゃん。できるじゃん。それから他には1-2とか。1-2、 1-2ってできる？ 2-1 ならできるね。できる。え、 2-1。 2から1減らすんだよ。2から1個減らして。1個減らしたら1。そうよ、それが算数の勉強です。あ、そうなんだ。算数が好きなんだね。私リコちゃんはあれかと思った。絵描いたり歌ったりする勉強をしたいかと思った。そうなんだ。じゃあ大人になったら何をしたいですか？保育園の先生。あ、お母さんと同じお仕事だね。リカちゃんのお世話もやってるんでしょ？どう？リカちゃんのお世話大変じゃない？大変じゃない。大変じゃない。おむつ替えたりできる？え、できんの？じゃあリカちゃんのお世話ミルクあげたりしてるの？え、ミルクはおっぱいしか飲んでない。あ、そうなんだ。じゃあリカちゃんの抱っこはできる？あ、そっか。大変だよ、保育園の先生だったら。おむつも替えなきゃいけない。おっぱいはあげられないけどミルクもあげたりしない。じゃあ頑張ってリカちゃんで練習して立派な保育園の先生になってください。はい、はい、ありがとうございました。バイバイ。してるか。はい、ひろみちゃん。はい。はい、ひろみちゃんは小学校に行ったら何を頑張りたいですか？数字を頑張りたいです。数字？習字？どっち？習字？今日やったやつ？おん。習字なんだ。習字頑張りたい人いっぱいいるね。そうね、今日ひろみちゃん3個の字、ひろみって書くの、みがなかなか入らんで難しかったね。でも最後ちゃんと書けて花丸もらえたのでいいと思うよ。習字、字が綺麗だとね、得することがいっぱいあるから。習字頑張ってください。はい、はい、大きくなったら何になる？保育園の先生になりたいです。ひろみちゃんも？前違ったよね。前も保育園の先生だった。誕生日会の時違う子って言った気がする。すごいじゃん、保育園の先生に変わった。へえ、どうして？赤ちゃんの世話したい。あ、そうだね、ちびっこのね、アメチーム当番とか第一チーム当番頑張ってやってるもんね、ひろみちゃんね。ね、ゆりちゃんの面倒も見てるし。ゆりちゃんはなかなか手ごわいかもしれませんがね、ちっちゃい子のお世話好きなんだね。うん、まあ、ひろみちゃん優しいからいい保育園の先生になると思うよ。うん、じゃあ保育園の先生になったらクジラ保育園の先生にぜひなってください。え、ほんまに？約束よ。分かった。じゃあ広瀬先生、それまで頑張ってお仕事しよくけ。ひろみちゃん保育園の先生になってきてください。はい、待ってます。ありがとう、バイバイ。はい、お待たせしました。のあちゃん。はい、はい、のあちゃんは小学校行ったら何を頑張りたいですか？国語。うん、国語が何の勉強か知ってんの？え、知らんの？国語は字を書いたり本を読んだり、それから漢字。
漢字ちょっと難しい漢字を勉強したりするんだよ。できそう？なあちゃん、ちゃんとマスの中に字を入れられるといいな。大丈夫かな？シャシャシャってやっちゃダメなんよ。丁寧にするんだよ。じゃないと花丸もらえませんよ。頑張ってください。はい、では大人になったら何になりたいですか？警察官。うん、警察官？え、警察官？女の子の警察官、婦人警官だ。へえ、すごいじゃん、かっこいいね。どうして？かっこいいから。かっこいいから。へえ、そうなんじゃ。の、え、どうして警察官になりたい？え、かっこいいからの他には？警察官がどんなお仕事か知ってる？どんな仕事？悪い人捕まえる。かいちゃんも同じ、誰かも同じこと言ってたの。そう、悪い人捕まえたいの。悪い人捕まえたいの。うん、まあ追いかけるの早そうだから。ノアちゃんはすぐ逮捕できそうだ。怖いな、ノアちゃんに追いかけられたらね。追いかけられて待ちなさいって怒ってきそう。怖っ、急いで逃げる。はい、じゃあノアちゃん、かわいい警察官になってください。待てって怖い声で怒らんとってね。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイしてや。はい、たかいとくん。はい、はい、かいちゃんは小学校行ったら何を頑張りますか？何頑張る？習字教室。おう、習字教室？え、かいちゃん習字好きなん？あ、そうだった。知らんかった。習字好きじゃないかと思っとった。先生好きだったん？あー、ほんと。いいこと。だってさ、絵描くみたいにさ、やる。あ、でも習字教室は絵を描かない。字だよ。大丈夫？え、字が好き。あ、そう。え、初耳。知らんかった。あ、じゃあ習字の先生喜ぶね。言っとくわ。かいちゃん習字教室、習字の時間頑張りたいって言ってたよって言っとくね。じゃあ大人になった、大きくなったら何になりたいですか？警察官になりたいです。警察官多いな。なんで？悪いことした人がさ、捕まえれるから。捕まえたいの？鬼ごっこじゃないんだよ。鬼ごっこじゃないんだよ、お仕事だよ。おー、そうなんじゃ。悪いことした人をじゃあ捕まえるんだったら、おまわりさんはみんなのためにいいことしなきゃダメだね。できそう？ほんと？カメラ見て、カメラ見て。できそう？誓って。ルールを守るのが大事なお仕事だよ。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ひまりちゃん。はい、ひまちゃんは小学校行って何を頑張りますか？小学校行って、うん、お勉強頑張りたい。何の勉強？あの、英語の答えの。ああ、英語、イングリッシュじゃん。What's your name? って聞かれるよ。お名前何？って聞かれるよ。言える？あと3数。あー、算数何か知ってんの？なんか数字と数字をなんか答えるって。そうそうそう、足し算とか引き算とかするんだね。うん、頑張れそう、うん、はい、じゃあ大きくなったら何になりたいですか？大きくなったら保育園の先生。え、そうなん？初めて聞いた。そうなん？なんで？え、ちっちゃい子いっぱいお世話する。そうよね、ひまちゃん赤ちゃん好きだよね。でも保育園の先生になりたいっていうのは初めて聞いた。あら、じゃあぜひクジラ保育園の先生になってください。はい。楽しみに待ってます。その頃先生おばあちゃんだわ。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。